こんにちは。昨日はちょっと電波悪いところで配信してしまいましたが、こんにちは皆さん。ヤッホー、おはようございます。今日はオンラインお話し会がありまして、12時から、あともうちょっと、あと1時間か、あと1時間ぐらいしたらあります。お待ちしております。幼稚園児はね、ちょっとお話し会で見せます。今日電波大丈夫？そう、なんか昨日ねめちゃくちゃ電波悪くて、多分今日の夜もね昨日と同じ状態だったら電波悪いんですよ。だからオンラインお話し会の会場で今やらせてもらってます。そう、なんかね、電波なのか、私の環境なのか、私ギガ無制限なんですけど、昨日は Wi-Fi つけずにまあ、いつも今も Wi-Fi つけてないんですけど、 Wi-Fi つけずにいつもショールーム配信してるんだけど、ちょっと今日の夜はつけてみようかなと思います。それで改善しなかったらもう私はもうどうしようもない、困った困ったって感じなんですけど、お昼にやるの珍しいかも。ゴールデンウィーク皆さん楽しんでください。 めっちゃくしゃみするやん。 聞こえましたかね。 そう、今日幼稚園児、昨日ショールーム自体が重かった。あ、そうなの？そうなんだ、静かなところにいるのに。そう、今のはマネージャーさんのくしゃみです。でもマネージャーさん違う部屋にいるから声とかは聞こえないはず。広島飴すごい。あ、そうなんや。語るくらいならば。今日なんか前髪うまくいかなかった。なんか出てる一本。この子を切りたおはー。今日電波いいね、いい感じだ。髪切ってないよ。あ、切ったけど切ってないよ。なんか漏れてる気がする、気のせい？そう、前髪がクマ、ありがとうございます。なんか今日顔の雰囲気が違う気がする。あれ、気のせいかな。なんか前髪がね、今日朝バタバタしてて、朝お風呂入ってなんか乾ききらないうちにヘアアイロンしちゃったから、なんかすごいパキパキになっちゃった。そのせいかな。園児来たくてウキウキなの。いや、ウキウキじゃないよ。今日幼稚園児のコスプレするんですよ。もう5ヶ月前ぐらいから決めてて、もうなんかでもなんか用意してなくて、なんかそんなアマゾンをポチる勇気がなくて、ちょっとね、なんかやべえ、前日なのに買ってないみたいななったから、昨日みっちゅさんと、お仕事だったんですけど、みっちゅさんと24歳のマネージャー、女マネージャーさんに、私めっちゃ恥ずかしかったよ。なんか今日って忙しいですかねって聞いて、なんかもうマネージャーさんも「え、どうしたのどうしたの？」みたいな、「幼稚園児のコスプレ買いに行ってもいいですかね？」って
すっごい恥ずかしかった。買いに行きましたよ。しかもマネージャーさんが、すいません幼稚園児のコスプレってどこにありますかねって店員さんに聞くから、またなんかさらにドン・キホーテで周知プレイが行われて、もう恥ずかしかった。マネージャーに来てもらおう。マネージャーかわいいよ普通に。で昨日はマネージャーさんとみちさんで宅配ピザ頼んでピザ食べました。美味しかったです年が近いからねやっぱ話がわりかし合いますね。肉まんさん、そうほのたんさんのショールームで肉まんさんって呼ばれてる。そう女子会してきた。楽しかったですヨーグルト飲もう。ちょ今手持ちだからさ片手でよいしょ。開かない。お開いた。ちょっと今片手で R1 を開けてる。めっちゃ頑張ってる。脇で R1 を挟みキャップを回す所業。そうスマホ置けない、はあ、全然ダメだ。荷物が開けました。はあ、まあ、はあ、ヨーグルトでエネルギーチャージ完了。意識高い意識高いでしょ。今日のコーデめっちゃおしゃれですね。いやいやいや、今日幼稚園児コスプレするからめっちゃ楽な格好で来ちゃった。ほぼレッスン着みたいな。これは今日はこれでお話ししないから、今日は幼稚園児やから。シャーロック風これ上着が。とりあえずまあ11時40分とか50分ぐらい、なんかすごい手が震えて手ぶれが、40分50分ぐらいにできたらいいかなって思ってます。ドカさん今日中止。あ、そうなんだ。大丈夫かな、みゆみゆさん。一昨日めっちゃ激しい筋トレしてたけど。大丈夫かしら。
本日初めましてなのでよろしく、よろしく。恥ずかしくても衣装買ってくれるほどにファンサービスしてくれてありがとうございます。あったよ。お腹空いてきた。なんか朝あんまお腹空かないなって思ってたけど、なんかねスタッフさんがあのパンをいろいろ買ってきてくださってるんだけど、今ちょっとやつやん。パイの実みたいなデニッシュ、でっかいパイの実。マジか、え、楽しみパイの実じゃん。美味しいけどこぼれる。あ、本当？今ね、なんかこう白壁でやろうと思ったらね、ここみっちさんの席なんよ、楽屋の。でね、ちょっとみっちさんの席を汚すわけにはいかないので、ちょっとだけ移動します。自分の席に移動します。まあ言うてそんななんですけど、出てないな私の。荷物が汚い。高さが足りないですよね。でもこれ化粧品を上に立てて、ね、汚いね。なんかちょっと今ねメイクポーチの上に置いてるんですよ。パン食べよう。ちょっと R1 をこっちに持ってきて、あ、キャップが。まあいいや、もう後で。床に直座りしてる。え、これ食べたことある人いますか？413カロリーもするんだけど。マジですか？すごくない？ね。熱量が413カロリー。ちょっとしたコンビニのドリア食べたぐらい。やば。まあパンって高いからな、ご飯より。マジか。あれ、ちょっとお腹すいたのでいただきます。雑。マジ？え、この開け方以外どの開け方があるん？いただきます。すごい、あのまだチョコにたどり着けないから。まだあの何とも言えない。美味しいけど、髪についた。髪がちょっと
見えてきたけど。見えてきたけど。まだ届かん見えてるんだけど、サクサクではない。そう、デニッシュだからね。うん、これショールームしながらだと口の中の水分全部持って帰そうだから、終わってから食べますうまっ。パイの実かは分かんないけど美味しい。うん、普通に美味しいです。なぜ僕は今日のお話から撮ってなかったのだろう。タイムマシン戻って戻りたい。そうよ、そういうことが起きるんや。なんで撮っておかなかったんだって。だから私はもう 毎回おすすめですって言います。美味しいな。でもチョコ、チョコ好きだから美味しいな。R1 令和1年の時に飲みましたねめっちゃ売り切れてた。令和1年、今は令和3年。幼稚園児っぽく喋ってみて。幼稚園児はねお話し会でやるんですよ。残念残念でした。でも今日子供の日だからね。子供の日って何やるんだろう。なんかこう、私は女の姉妹だったから、なんかひな祭りの方をやってて、子供の日はなんか男の子が鯉のぼり登らせてるイメージがあるから、あんまり馴染みがないんですよね。うん、あ、かしわ餅食べる。確かに給食かしわ餅出てたかも。鯉のぼりもね、なんか川、近所の川で上がってたなんかその家庭が上げるっていうよりは町が上げてた。うん、ちまき、ちまきも食べるの。かしわ餅は好き、なんか知ってるけど、ちまき食べるんだ。え、子供の日ってちまき食べるっけ。初めて知った。あんまりああいう桜餅とか柏餅とかちまきとか葉っぱに包まれてるのあんま得意じゃないんですよね。なぜなら植物があんまり好きじゃないから。あ、ちまき、そうなん、地方にもよるのか。苦手なんですよね。あのさ、なんか桜餅のさ葉っぱ食べるか食べないか問題みたいな、あれなんかあれらしいよ。あの葉っぱって食用に作られてないらしいですよ。食べれるけど、だから別に食べなくても問題ないんだって。あの桜餅の葉っぱ多分食べる人もいますよね。私は食べない、うん、なんかツイッターであの葉っぱはなんか食用として開発されたものじゃないから食べれるけど、食べても問題ないけど食べないみたいな
て、私の知識全部ツイッターだから、ちょっとその情報が間違ってたらごめんなさい。絶対王者の太田くんは食べてそう。太田くんとかよく覚えてますね。私の小学校の時の同級生、何でも食べる太田くん。太田くんってあのそっちの太田くんじゃないけどね、アルファベットの O だから、アルファベットの O で匿名の太田くんだから。たまに私の昔話で登場する小学校の時の食の王者太田くん。テニスラケットみたいな、何テニスラケット、これは幼稚園のコスプレ。まだ未開封。似合わなくない？こうやってかぶるもんじゃないのか、どうやってかぶるんだろう。山ガール、確かにこれから山登る人みたいな。服があれなの。見てしまえば気づいたよ、真実とはそういうものだ、壊れた理由。私の家にどんどんコスプレグッズが増えていくわ。そう、マジックテープなんや。全部やった。ちょっと後ろ今人がいないから紐もね。お、いいじゃん。ちょっとトレーナーが、なんかこう髪型も相まって、ちょっと痛い。マジ？確かに。自分でもそれはちょっと今理解してる。これ
それでお話し会行きたいと思います。名札に名前書かないと。確かに。でもマジックないんよね。あるかな。まあ多分あると思うんだけど、なんかしかもね、手提げ袋もついてるんですよ。ここに、うん、私の大好きな伊右衛門と私の大好きな多いお茶というお茶を入れてお話し会に行きます。そう、飲み物ね、お茶が好きなんですよ。上履きは、いや、なんかちょっとお話し会だからね、そんなに、なんだろう、全身完璧にはしてない。普通にもう普通のズボン履いてるから、マジここだけって感じ。そっか、書かなきゃね。半ズボン、沖優香って書かなきゃ。ちょっとなんかもう汚いね。ちょっとアングルがあかんねえ。ちょっとマジック借りてきます。すいません、マジックを借りたいんですけど、あ、今ちょっと配信してるんですけど、あ、すみません。なんかこの名前を書くマジックが、あ、今ここでやってる。あ、マジで私はこう取ったって。あ、行きます行きます。あ、そう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 。あ、でも多分顔見たいかも。あ、嫌だって。私のちょっとだけ、じゃあここだけ写ってください。マネージャーさん。まだいける。ありがとうございます。じゃあ書いてください。大きい床って。自分じゃ書けない。マジ、そっか、うん、どっち、太い方。ひらがな。大丈夫、つって。お母さんみたいな。なんか絵描いてほしい、ここに。ありがとうございます。すいません、わざわざ描いてもらいました。ありがとうございました。美人マネだって。マジ。帰りました、マネージャーさん。なんかもう、マジックありますかって言った瞬間、もう私の姿を見て絶句してた。書いてもらった。いうか桜組なのにチューリップ書いて。それな。
でも私本当に桜組だったんで嬉しい。桜組とバラ組とゆり組とひまわり組があって、年長年少で、年少の時が私桜組で、年長の時がゆり組でした。可愛くない？リアル桜組。 R1 を飲むエンジそのやっぱ強さを引き出す乳酸菌飲んどかんて、強さ大事だからね。そう、ゆり組だったんですよ。でもね、なんかやっぱ自分じゃない、隣の芝生は青く見えるみたいな感じで、幼いながらになんかね、ゆり組のクラスが2つだからあるんだけど、ゆり組はなんか帽子があのこういう、まあ、普通のキャップ、こうにこういうあの体操服とかによく合わせる帽子で、バラ組がなんかこうこっち後ろ側が伸びてる、なんかツバじゃないけど、なんか後ろが長い帽子だったんよ。でそれが羨ましくて、なんか日差し帽子みたいな、なんかそれで多分ゆりかバラか、あゆバラじゃない、ゆりかバラかをなんか区別してたんですけど、それがなんかすごい羨ましくて、バラ組になりたいってちょっと思ってました、そうなんか日焼け対策みたいな。桜組もそんな感じだから、で私どっちもなんかツバがないタイプだったんですよ。だからすごいなんか寂しかった思い出がある百合、うん、バラって意味深、いやそれを意味深って思うのが意味深なんよ、もうそもそも普通は思わないから、毒されてますね、まるで未来を予言しているかのようですね。当時の写真と今の写真両方ついにあげてほしい。当時の写真の、私子供の頃の写真あんまり好きじゃないんですよね。なんか泣いてる写真か怒ってる写真ばっかりだから普通の写真があんまりないっていう。感情表現豊かだったんでしょうね、ちっちゃい頃は。うん、もうすぐ終わろうかな。今日メンバーたくさんエンジンなってる、子供の写真あげてる。あ、確かにツイッター見たら、いや私は子供のやつも気になったけど、みんなおはようツイートでフラワーフェスティバルの写真めっちゃ使ってるから、なんか合わせにいってるのかと思ってツイートしようかもって、ね、子供の日だからね。ユミリンさんの写真可愛かった、クマネ持ってた、私らがいつも見るクマネがなんかもう十何年前のユミリンさんが持ってて、すごい当たり前だけどびっくり。あのクマの人形ね、クマネちゃんっていう、可愛かったな、たまにホテルに忘れられるくまねちゃん子供の時の写真みたい。一回だけ載せたことあるのよね、多分2年前の誕生日のツイートで、子供の頃の写真、なんか目がうつろな写真を載せたことがあるんです。そんくらいかな、あんまり載せてないか、探してみます、あるかな、でも実家にあるからな、アルバムそう、なんか目がこんな
真っ暗な真っ暗なやつ。41分、じゃあそろそろ男女読んで終わりたいと思います。13位が読みます。13位が竹雄さん、12位がパパパンダさん、11位が勝美さん、10位が TMR さん、9位がマピさん、8位がジェリーさん、7位がおいでます元気さん、6位が和則さん、5位がとりあえずルービーさん、4位がソウリオさんでした。13位から今までの皆さんありがとうございました。そして3位がハルさん、2位がマッカさん、1位がイストスさんでした。3位から1位まで皆さんありがとうございました。というわけでこの後12時からオンラインお話し会お待ちしております。楽しみに待ってます。バイバイ、ありがとう。それではさようなら、できます。